トレーニング歴3、4年なのですが、前腕の弱さが目立ち困っていると。頻度は週に2、3回ほど下川ハンマーカールリストカールをしています。前腕ひどいために山井職が意識してくれる改善点があれば教えていただけないでしょうか。ケーブルでのリストカールをお勧めします。で、ケーブルのこう高いハイプーリーのやつをこう、まあ、ハンドルをつけて引っ張ってきて、こう手でこうやって持って、こうね。これは、前腕というのはこう、ただ屈曲だけするだけじゃなくて、海外だな、要するに、外にこう、海外だよね。カールやるで、海外、外に回転する、こういう作用があるので、ね。これを、バーベルだと、ダンベルだとできるんだけど、バーベルのリストカールだとできない。まっすぐしかならないんで。ケーブルでやると、こう腕相撲をやるように、結構ね、自由に動くので、前腕に、効く、フルレンジして。なんで、これがおすすめ。サブスクライブもよろしくお願いします。では、また次回。